こんばんは。また間違ってコラボ配信始めちゃいました。間違ってコラボ配信画面で始めてしまいましたが、コラボじゃありません。こんばんは。ただいま。ゆき様ありがとう。今日は徳島でエキサイティングサマー2024に出演いたしました。ただいま帰ってまいりました。朝何時だろう、朝今日は何時に起きたかな、4時半に起きて、でそれで朝から移動してフェス出て、また移動で帰ってきて、もうこの時間びっくりしちゃうね。驚きでございます。こんばんは。そう、日帰りでした。お土産も買いました。家族に送るお土産も買ったから、今日は配信で紹介したいと思います。ちなみに明日はお久しぶりにお休みなので爆睡したいと思います。爆睡をするぞ。爆睡と、あとはね、いろいろ備えておく食料とかの確認をしたいなって思っているよ明日は。それじゃあちょっとギフトタイムに行こう。ギフト読むぞ。フラペチーノさん、ハート、ゼータンお疲れ、ゆうたかお断りです、おみかんさんお疲れ、 G2 さんかわいい10個ありがとう、ゆうたくんレインボースター、台湾ジョジョさんハート、サワッチョさんお疲れ、おみかんさんありがとう、スタンプありがとう、こちらこそありがとう、もりもりさん音符、カメさんお疲れ、陣内さんお疲れ、ヒーローさんお断りです、 Z さんお疲れ、ラブテツさんお断りです、サッタンお断りです、もりもりさん音符、コウさんお疲れ、しんいちさんお疲れ、陣内さんマイクありがとう、ヒーローさんハートありがとう、カメさんハイビスカス、たかしんさんマイク、ダレンさんヒーローさんハート、ガトーショコラさん音符、福太郎さんお疲れ、しんいちさんガトーショコラさんマイク、フジポンハート、かえでさんお疲れ、 G2 さんマイク、長崎県民さん音符、コウジさんハート、石川先輩お断りです、土の子さんお断りです、ぼんやりさんお疲れありがとう、G2 さん、広瀬光一さん、音符、ぼんやりさんお疲れ、あれ読んだっけ、こうさんハート、かえでさんマイク、レフトさんお疲れ、長崎県民さん、あおいさんバルーンありがとう、黒さんお疲れ、ひららさんハート、じんさんバラ、センパチさん、真空圏さん音符、ひろし BKK さんお疲れ、フレーベさんマイク、シーツさんアイス、ビディマンさんハート、アルテミスさん、シュンボーさん、徳島のひーくん、ノブさんマイクありがとう、ナギンさんレインボースターありがとう、シーチさんお断りです、コウさんファイトありがとう、チーツーさん、コナンさん、イックン音符、ハッちゃんハイビスカス、マークお断りです、イックンお疲れ、ヒロッチさんハイビスカス、レナさんマイク、トッツァンハートありがとう、カズヤさんありがとう、こちらこそありがとう、そらそやかさん、広瀬光一さんマイクありがとう、カードリさんレインボースターありがとう、徳島のひくんお疲れありがとう、スプマンテさんかわいいありがとう、ゼータンかわいいありがとう、ありがとう、しんちゃんさん、カズッチさん音符、陣内さん、ネロケンさん、響きさん、イスリザルさん、ハートありがとう、シロクマさん、ハイビスカス、ユサナコさん、お断りです、アルティミスさん、バルーン、クロさん、ダルマ音符、ナルシさん、マイク、コキンさん、ハートありがとう、スタメンさん、レインボースターありがとう、ムチハダさん、メロンのあそこさん、ハート、キングさん、マイク、シンチさん、バルーン、ありがとうございます。キューコンタワー来てる、さなこさんタワー、これタワーですか、タワーだ、お断りや、お断りしないと
タワーが来た。結婚してタワーありがとう。でも全部お断りです。ポテチさん、ハート。フィリップさん、エルさん、ハイビスカスありがとう。シドクマさん、ハート。マコバヤさん、オープンありがとう。シンタさん、音符ありがとう。シュンさん、お疲れありがとう。そう、タワーでもお断りです。高反発さん、バラ。シーチさん、ハート、ありがとう。エキ様、お疲れ様&パちゃんしか勝たんタワーです。本当か？本気か？直接会えて嬉しかったです。こちらこそありがとうね。もう昨日も X に書いたんですけど、その会場に来たりするまでのなんか予約だったりとか睡眠時間だったりとか、もういろんなことをさ、こう会いたいという気持ちで、このイベントに参加したいという気持ちで、ね、楽しみにしてくださっていることがとても嬉しいです。ありがとうございます。キムさん、バラ。カズキさん、ハートありがとう。たくさんありがとう。こちらこそだよ、たくさんありがとうね。リュウヤさん、ハートありがとう。え、絶対日焼けした。絶対ね、今日シャンプー痛いと思う。日焼け止め意味なかった気がする。一輝さん、だるま。キングさん、マイクありがとう。ね、移動すごいよね。そう、六本木お台場、六本木お台場、広島、徳島。そうよ、本当だよね。お断りタワーね。え、どれくらいの距離移動したんだろう。今日はね、帰りに寄ったね、サービスエリア、サービスエリアね、徳島のもの買うぞと思ったらね、まさかの淡路島だったからね徳島のもの全然なくって、やっぱり兵庫県だから、だから兵庫県のお土産をゲットしましたなんと今日行ったのは徳島なのにね、違う県のお土産買っちゃったよ。天式さん、レインボースターありがとう。ノクさん、マイク。コウさん、お断りです。タケさん、ハートありがとう。高森さん、ハートありがとう。そう、淡路島撮ったよ。なんか観覧車が見えたの。近くのサービスエリアに観覧車があるってソタロウが言ってた。すご、観覧車あんの、すご。うん、あ、そうだね、今日は徳島行って、そうだね、岡山も通過してますね。徳島、兵庫、岡山、広島通過してるかも。ゆうやさん、レインボースター。高森さん、ハートありがとうございます。こんばんは。え、バスツアーでいたところ、そこなの？そうなの？噂に聞いていたやつや。みんなサービスエリアでお土産買ったよみたいな言ってたやつ。そうなんですよ。のんびりと帰ってまいりました。移動がなんか、帰りが道が混んでるかもって思って、そう、なんかなんて言ったかな、阿波踊りかなんかで道が混んでるみたいなことをスタッフさんが言ってた気がする。もう私はほぼ夢の中だったので、
もう帰りも爆睡しました。いっぱい寝たよ、いっぱい寝れたよ。ここ数日の早起きを今日の移動でもう睡眠不足を補うようにもう爆睡してましたね。うん、ね、渋滞してるかもって言ってたわ、スタッフさんが言ってましたわ。無事に帰ってこれてよかったです、本当に。いや今日はね、今日のイベントちょっとね、あのね、いろいろハプニングがあったりしてね、そう、いろいろハプニングがあったんですよね。こんばんは。本当はね、あの瀬戸りの順じゃなかったみたいな、そういうハプニングがあってね、1曲目がまさかの違う一人のね、途中の、そう、ペダルじゃなかったんです、本来1曲目そうだから、みんな普通に1曲目始まる位置に来てペダル始まったから、チッ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 っていう音が鳴って、みんな気づいて痛いって言って、そうなんですよ、そう、みんなびっくりしてたでしょ。そうなんですよ、違ったんよ。そう、驚きましたそう、チリパでね、そう、サラちゃんのチリパの回でその話があったんですけど、前もね、違うイベントで予定になかった曲が流れるって、でも今回は予定にある曲だったからよかったけど、前はそう予定になかった曲流れてたからね。そうなんです、もう対応できるから、そう、前もねあった。でもさ、もしさ自分がやったことない曲が流れたら焦るよね。そう、前は暗闇でしたそうそう、あ、確かにこの前のそう、土曜日のフェスも1曲目サングラスデイズだったんですけど、サングラスデイズ後ろ向いて帰ってみんなで待ってたら、初めてのトラブルで、全然違う STU じゃないグループさんの曲が流れるっていうトラブルあって、え、さすがに分からんと思ってそれもあったね、確かにそうだった、 STU じゃないな、サングラスじゃなくて、うん、フォーテッドでもなかった、マルヒノさん、バルーンありがとう。マリオ2さん、ハト、ヒロさん、バラ、NRR00D2 さん、マモルさん、キングさん、マイク、イハクさん、音符ありがとう。ジェットさん、レインボースター、ミックさん、ハイビスカスありがとう。ジェリーさん、ハト、ナオさん、バルーン、マルさん、音符、コウさん、ハト、ユタパパさん、ラブレター、キングさん、マイク、リュウヤさん、レインボースター、メビウスさん、レフトさん、高森さん、ハート、林藤夫さん、ハイビスカス、福ちゃん、クマ、ありがとう、ありがとうございます。マオさん、真空拳さん、ダルマ、ジェナルさん、アイス、持ち肌さん、マイク、真空拳さん、オープ、エジリン、ハート、ヨシーさん、バラ、ありがとうございます。約2000キロ、え、この金曜日から月曜日まで、私たち、あ、火曜日か、今日金から火曜で2000キロの移動、すごいわ。クロさん、レインボースター、ありがとう。2000キロってすごいね、往復含めてよね、両方だよね。すごい、
2000キロってどこまで行けるんですか、日本から。日本、広島からどれぐらいの距離なの。おりちゃん、ハイビスカスありがとう。ファンクラブグッズ申し込んだよ、ありがとうと思ってやれたら、他のメンバーもカート一緒に行けて便利でした正直者すぎる。メロンのあそこさん、レインボースターありがとう。キングさん、マイク、のりさん、バルーンありがとう。あ、チョコモナカジャンボ買って帰ってきたよ、今日も。オロナミンシートチョコモナカジャンボを買いました。すごいね、北海道、北海道まで、広島から北海道、ありがとう。大吉さんありがとう、かわいいって、ありがとう。烈火のりょうさん、ワンパありがとう。広島から札幌で1700、え、じゃあそれ以上ってことじゃん、やば、すごいね。洋館のさん、レインボースターありがとう。え、あのね、オロナミン C は広島で買っちゃったの、徳島じゃなくて広島のセブンイレブンで買っちゃった。当たったポスターに折り目がつかないようにしてたが少しついてしまった。うわー、いやー、どれくらい大きいポスターかちゃんと言っとけばよかったですね、事前に。結構大きめですよ、入れるもの持ってきてねって言えばよかった。徳島のひーくん、ジュースありがとう。良平さん、お断りです。キョンシュさん、回復薬ありがとう。そう、胃の中でもう作られた、オロナミンシートポカリ、オロポ、オロポ。3日間、お、忘れずに来てくれました、よかった、よかったよ。8本も飲んでた、やば、8本、オロナミン C、 間違った、ポカリセット8本やばい、大丈夫、それはいくら飲み放題とはいえ8本すごいね。マクールさん、ハイビスカスありがとう。無事に帰ってこられた、安心しました。うん、無事に帰ってこれたよ、よかったです。明日はゆっくり過ごします。明日は昼配信しようかな。でもね、歯医者とかも行きたいよ。最近さ、そのレッスンとかがいつ入るかわからないなと思って、歯医者の予約をね、なんか私が行ってる歯医者が予約制なんですよ、絶対予約ないよ。だからフラッと急に行くみたいなのができんくって、さ、直前とかあと予約待ってて、タイミングが合わなかったよね。明日行こうと思ったけど、病院ってだいたい水曜日休みだったりしません？しかもお盆じゃん、今お盆だから、あ、無理やわと思って。そう、いつ行けるんだろうか、一体。歯医者の定期検診っていうか、あの定期的に行って歯の観察みたいな、経過観察みたいな、なんていうんですか、歯のお掃除みたいなやつ。藤岡猫にゃんさん、ハートありがとう。大岡さん、音波ありがとう。あ、水曜とか木曜とか、あ、じゃあお店によるんか。しーちさん、ゲームギフト。あやさん、ハートありがとう。じゃあもうちょっと月末とかにならんと無理かな。ねえ、
学会が多いから。そうなんだ。あ、ゆうすけさん、ハートありがとう。そば米雑炊食べたい。私去年の9月かな、去年の9月に STU ウォーカーのロケで徳島行った時に、徳島に行く前の日とかに調べて、徳島おすすめのグルメとかで調べて、で写真を見て一目惚れしたんですよ。でそれからずっと食べたいの、ずーっと気になってるんですよ。でもなかなかね、ツアーの時も食べれなかったし。また行きたい。よし、よしよし。カルビーナ食べました。あれ屋台ですか？キングさん、マイク、タコ石さん、タコありがとう。タコ石さんからタコもらっちゃった。じゃあもう足しか残らないね。Z さん、レインボースター、あ、読んだかな、読んでないかな。ありがとうございます。ヨシヒロさん、ハートありがとうございます。もうちょっと書きたい。くるくるなるとまた行きたかった。でもやっぱ私さ、道の駅も好きだけどサービスエリアも好きなんよ。サービスエリア今日行けて嬉しかったな。淡路島やったけど全然徳島じゃなかったけど嬉しかったな。ああいうお土産とか特産品のところを見るのが好きで。でもやっぱさ、サービスエリアも道の駅も車じゃないですか。車必要すぎて。そう、免許あるんだけどね。免許も車もありはするのに。うん、淡路島の淡路島なんていうとこだ、そっか、淡路島の観覧車のないところ行った。お土産買いました。こんばんは。みんなは今日はゆっくり過ごしましたか？何してましたか？じゃん、ゆさなこさん、結婚してたわ。ありがとうございます。お断りです。ありがとう、ありがとうございます。じゃん、お断り。卒業メンバーの亡霊卒業メンバーの亡霊でも、まあ今お盆なので許されると思います。
ありがとうございます。お盆、みんなお盆休みあるんだね。昨日の話から聞いたらほとんどの人がお盆だから、お盆休みだからちょうどよかったって言ってて、みんなお盆休み、お盆休みなの。ちょっとあ、ない、働いてます、働いてる、みんな日曜と今日だけ休み。あ、そうなの。じゃあ貴重なお休みをありがとう、ありがとうね。いもけんぴさん、しんさん、音符あるさん、ハイビスカス、読売巨人軍さん、音符ありがとうございます。キングさん、マイクありがとうございます。白熊さん、ハートありがとうございます。雪帽子にようやく行きました。お、雪帽子最高じゃん。10連休え、10連休そんなんあったら途中から休みに飽きてくるんじゃない。10連休も。吉和さん、音符ありがとう。見て今日いただいたの、いただいたんです、駅様の T シャツ。見てすごくない？後ろにこんなね、すごいでしょ。いっぱい着ようっと。駅様、白と紫があって白にしましたね。かっこいい、こういうの素敵じゃーん。あ、私が着たら汚しそう。紫にしたらよかったかな。アイスこぼしたりするかな。気をつけなきゃ、大事に着ないと。すぐこぼすから私って、気をつけてもこぼすから。そう、チョコいつもついてんの。なんかチョコモナカジャンボのパリパリモナカがね落ちるじゃん。したら中にチョコがコーティングされてるから、それでつくんですよ。パリパリすぎて、パリって言ったらそのパリの破片っていうんですか、パリパリすぎるがゆえんのね、あれでチョコがつく。いつも私いつもやらかしちゃう。だから最近は袋とかの上で食べたり、ゴミ箱とかこうやって抱えて食べたり、対策はちゃんとしてるんですけど、気づいたら汚れてる。そうなの。では今日買った何、まずこれはサービスエリアで購入しました。じゃーん、淡路島産しらす入り柚子胡椒おかかつくだ煮です。です。柚子胡椒おかかつくだ煮でございます。じゃーん、いいでしょう。これは実家に送る用です。実家に送る、まあ絶対美味しい。これは12月までだからゆっくり送れるね。メロンのあそこさん、だるまありがとう。私ね、お土産とか帰省する時とか荷物を送る時、お土産を一緒に入れたりとかするんだけど、そういう時はだいたいこういうご飯のお供系を選ぶんですよ。漬物とかそういうの選んで、なんでかっていうとやっぱりあのご飯を作るの大変じゃん。私のお母さんは、私ももう広島にいるし、お父さんも単身赴任だから、仕事もしてるから帰ってきてね、あ、ご飯作りたくないなとかそういう時あるじゃないですか。なのでこういうのがね結構助かるんですよね。もみじまんじゅうとかもいいんですけど、
もう帰省とかの時はこういうおかず系のものを選ぶことが多いです。そう、あとはこれじゃーん、ハッピーターン神戸牛ステーキ風味全然徳島でもない、神戸牛です。神戸牛瀬戸大橋です。しんちさんいいねありがとう。じゃーん、これもお母さんに、お母さんこういうスナック菓子好きだから、あのね、あ、待ってください、ちょっと待って、そのね、このお土産紹介の前にみんなにお知らせしないと。あのですね、尾崎セリカ個人ファンクラブのグッズ受注受付本日23時59分までとなります。よろしくお願いします。うちはアクスタ、証明写真シール、そしてランダムカードの4つが出ます、出てます。よかったらチェックしてください、よろしくお願いします。あ、すみません、私メールとさインスタを上げたけど X の方公式で上がってると思って、待って、公式のやつを STU 公式のやつ、ちょっと急いでリポストしとこう。あ、ありがとう、すでにの方々ありがとう、リポストしとく。はい、通知がいったかもしれん、ありがとうございます。なんで思い出したかっていうと、今日お母さんからファンクラブのグッズ買うねって欲しいって来たので連絡が、私のお母さんも個人ファンクラブ会員なのでね、ちゃんとチェックしてくれててグッズを買うそうなので、私があげるよって言ったのに買うって言ってたので、それで思い出しました。お、うちは注文しました、ありがとう、発表当日にありがとう、早い早いよ、さっき購入した、ありがとう、うちは注文ありがとう、うちはパウチは公式パウチはです。トニーさんハート、トシヤさんバラありがとうございます、ありがとう。4種類のグッズが出ておりますので、よかったら気になるものがありましたらぜひぜひぜひでございます。まずですね、尾崎シャリカさんのグッズ、推しメン大好きうちはハートマーク、ポイントはこのパのね、ここがハートになってるところがポイントです。推しメン大好きっていう気持ちがこのパの丸に込められています。そしてパセリと一緒にお出かけアクスタ、なんかちょっともじもじしてるもじもじしてるポーズのパセリです。そして喜怒哀楽パセリへの愛証明写真です。喜怒哀楽のパセリ、そしてランダムトレーディングカードの4つ、今回は水色とピンクが基調となったグッズとなります。他のメンバーはねステッカーとかT シャツとかね、いろいろメンバーによってねグッズが違うんよ、キーホルダーとか。また今後もいろいろ出てくると思うので、こういうグッズ欲しいとかがあればまたお話し会とかコメントとかメールの返信とかでぜひお待ちしています、よろしくお願いします。というお知らせでした。お知らせ。ね、全然違うよねメンバーによって。あ、あと今日はこれももらったよ。じゃーん、カロリーメイト、カロリーメイト。これも非常食袋の仲間入りです今日から。カロリーメイトちゃん。今日はね大塚製薬さんの。ところだったので、自販機ももちろん大塚製薬さんの商品、ポカリとか
オロナミンシーとかそういうもうオンリーの大塚製薬さんオンリーのやつで、そしてカロリーメイトも大塚製薬さん、そして続いてのお土産は、じゃーん、これもあの兵庫県のお土産なんですけど、兵庫県に行った覚えはないんだけど、経由したのでね、兵庫県に行った人みたいになってるんだけど、徳島に行きました。兵庫県、こちら兵庫瀬戸内ちりめん使用シャキッと梅ちりめんっていうのをおばあちゃんにあげるように買いました。2つ、沢田食品株式会社さんの。美味しそうでしょ、めっちゃ美味しそう、私も食べたいと思って買ったんやけど、自分で食べたいなこれ。もっと買えばよかったな。おばあちゃんとかにももうこういうおかず系のをあげるようにしてます。なんかお菓子とかだとなんかさ、置いといて今度食べようって思って大事に食べようと思って意外と賞味期限がすぐ来ちゃったりするので、こういうねおばあちゃんとかがご飯の時にちょっと一品おかずいらなくてもいいみたいなやつをあげます。おばあちゃん用、長崎のおばあちゃんと佐賀のおばあちゃん用です。今日おばあちゃんから連絡来て、 STU の曲を聴いてるよって、 STU の曲聴いて元気出してるよって言ってて嬉しかった。なのでこの人おうちのお土産を渡したいと思います。そしてね、これは今日じゃなくて少し前に買ってたやつ、まだ送ってないの、実家に送る用で、もう一個これベビースターゴールド神戸牛ステーキ味、やばい神戸牛ステーキ味2個買っちゃってるやん私。神戸牛ステーキ味大好きだね私。じゃーん、じゃじゃーん、こっちはおやつカンパニーで、こっちは亀田製菓さん、どっちもお母さん用です。こういうの好きなんよ、スナック菓子であげます。全然徳島じゃない、どういうつもり。いいでしょ。これはお土産、お土産じゃ、食べないようにしなきゃ、気をつけなきゃ、封印します。もう徳島はね、全然そのねどっか寄る時間とかなくて、そう徳島どこにも寄る時間なかったからさ、買えなかったよ。買いたかったんだけども、そうなんですよ、食べるもの、しめ鯖買いました。コンビニで豚汁としめ鯖買ったよ、あとオロナミンCとチョコモナカジャンボ。今日は朝が早かったから朝ごはんもしっかり食べて、昼もお弁当しっかり食べて、で終わった後は差し入れでいただいたお菓子たちを食べました。しめ鯖大好き。最近はコンビニでご飯を買うときは、ホテルとかの泊まりのときとかはコンビニのご飯なんですけど、そういうときはしめ鯖、セブンイレブンのしめ鯖をよく食べます。あとリンゴとかあとおにぎりとかね、野菜スティックとかね、あとみかんとかね、
フルーツいっぱいか、あのなんだっけ、あちょうどみかん食べますとか言ったら、おみかんさん、おみかんさん守りたいこの笑顔タワーありがとうございます。なんかすごいタイミングを、タイミングバレたみたいな感じでタワーをいただいて、ありがとう、ありがとうございます。かんさんマイクありがとう。これを書こう、守りたいこの笑顔やって、守ってくれや、守ってくださいこの笑顔を、みんなで。安岡くん、うん、今日ひーちゃんとのツーショットしれっとメールに送りました。しれっとこの前撮ったやつ送りました。パチャン、はいよこんばんは。うさきちゃんバルーンありがとう、ありがとう。日焼けしました、あ日焼けしたこの週末で、いやあの暑さはもう焼けます。私も絶対今日で焼けた、絶対に明日ヒリヒリするもん。ちゃん、はい、パーちゃんですよ、私ですよ。ゆたパパさんありがとう、こんばんは。いや今日暑さ舐めてたら暑すぎてびっくりした。舐めてた、舐めすぎていました。こんなに暑いのね、もうびっくりしちゃったよ、暑すぎて本当に。めちゃきのこさんありがとう。そうよ、もう相当暑かったよ、とんでもない暑さやったわ。でも自然がねいっぱいでね、もう癒されました。めっちゃいい景色だったんよ、写真でも伝わると思うんですけど、実物はもっと、実際の景色はもっとね、もう色鮮やかで癒された。また行きたいな。ミックさんバラありがとう、バラこんばんは。うん、そう、酔い止めもちゃんと飲みました。でも爆睡してた爆睡してた、行きも帰りも爆睡してたから、バスの中で、なので記憶がない。もうすぐ着いた、もう起きたら着いてた、全然記憶ないよ。あの寝ながらはこの角度違うわとかやっていろいろいろんな角度試したらついてました。しっくりくる角度はなかなかねなくてね、しかもさ座って寝るとさどうしても上向いて寝ちゃうから口が開くじゃないですか。で多分それで今あの声がちょっとガサついてる、声がねやられちゃったかもしれない。Yeah.
どうしても開くじゃん口。頑張って。しんいちさん、回復薬ありがとう。どうしたらいいんだろうね。どうやって見つけたらいいんだろう。首の一番いい角度。ネックピローをね、一時期ね買って持ち歩いとったんやけど、なんかしっくりこなくって、ネックピローの種類が良くなかったんかな、自分に合わなかったんかな、なんか違うなってなって、しかもちょっと荷物増えるなみたいになって持ち歩かなくなりました。ネックピローおすすめのありますか。膝枕、膝枕してください。じゃあ膝枕する側なんよ。今日もソタロウの膝枕担当だった。赤ちゃんかと思った、可愛くて。膝枕されながらノイミーさん聞いてたらしい。ノイミーさん聞いて、あのノイミーさんのライブに行く夢を見たって言ってました。めっちゃコスパ良くない？夢の中でライブ行けるのめちゃめちゃいいやん。オリちゃんハート、ケンケンハイビスカス、ふみあきさんお疲れありがとう。めっちゃいいじゃんね、夢で見れるの。ほんと羨ましいです。私も今日そうやってさ、ノイミーさん聞いて寝ようかな。1,2,3,4,5 5日間、うわ5日間、メロンのあそこさん、レインボースターハートありがとう。ありがとうございます。どうしたらいいんですかね。移動中の一番いい寝方、キューボです。一番熟睡できる眠り方。知りたい、誰が知ってるの、誰が知ってるの。酒？え？酒を飲んでもう寝るってこと？絶対起きたら首痛くなってるよ、変な角度でこうやって寝て。酒、もう強行手段じゃんそんなん。もう逆に体調崩しそうよそんな。睡眠不足とかじゃなくてさ、別の問題で。バッグを抱えて寝てる、あ、いいね、バッグ抱えて。じゃあでっかいバッグで行った方がいいですね。バッグね、確かにそう
眠りが浅い。あ、確かにそうだよね。眠りの質もちゃんと考えなきゃだよね。本当だよ。眠りの質難しいね。でも今日は、今日移動中寝すぎたからさここ数日はもうすぐ爆睡だったんよ。もう次の日が早いし爆睡寝なきゃって。しかももう朝早いから夜にはもうね眠たくって眠れたけど、今日は移動中にこれでもかってぐらい寝たので、もしかしたら眠れんかもしれん。ジャクソンさん、バラ、西さん、ハートありがとう。この後寝れるか怖いよ。でもきっと寝れます。爆睡です。すーぐ爆睡。寝れるかなとか言ってる時が一番爆睡だから。寝れそうって言ってる日に限って眠れんのよ。眠たいって言ってる時は寝る頃にはもう睡魔が通り越してもう眠れんから、多分いい感じに今日は。いや、どうだろうな。はっちゃん、ハートありがとう。そう、意識したら寝れないよね。が無意識というか、あんまり意識せずにどうにか布団に行かなければ。録画とかもたまっとるからさ全然見れてなくて、それももし眠れなかったらそういう時間にしようかな。 YouTube とかもね、全部ね後で見るリストに入れてるんですよ。見たいやつ、自分の登録してるチャンネルとかの動画更新されたら全部もう全部全部後で見るリストに入れちゃってるから、見なきゃ。貯めたら見なくなるから見なきゃ。創建の女 STU ラボ、 STU ラボ見てね。 STU ラボ、こんばんは。3回見た、すごっ。3回も見てくれたん、ありがとう。そんなに見てくれて、うん、どうしようかな。みふねさん、かわいい、ありがとう。徳島のひーくん、ハートギフトありがとう。4回見たの。もうありがとう、そんなに見てくれて。チャンネル登録と高評価といいねと、間違った、いいね一緒だ。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。パセリ最高だよって、パセリをレギュラーにお願いしますって言って、パセリが出てたら見ますって。それも書いた。うわー、ありがとう、優しい。優しいよ。おい、おみかんさん、タワーありがとうございます。タワー、じゃんじゃんじゃん。5日間ありがとうございました。金土日月火5日間。あ、違う、5日間で合ってる、合ってるね。ありがとうございました。じゃんじゃんじゃん。
と。これ葉っぱ描きたかったんだけど、なんか得体の知れないものになっちゃった。今日はあの自然豊かなところだったので、自然を自然な感じで描きました。ありがとう、おみかんさん、ありがとうスタンプ。あ、5日間なってるか、もう計算できなくなっちゃった。月金土日月か、あ、5日間だってた。7時間かけて帰宅しました。わあ、7時間もかけて、ありがとう、はるばる、ありがとう、そんなに貴重な休みを移動とイベントに使ってくれてありがとうございました。さらさやかさん、音符竹玉さん、レインボースター、ありがとうございます。ひょいひょいひょい、ありがとう。7時間おい、失礼ラブコメントしてありがとう、ありがとうございます。もうすべてにありがとう。もうありがとうってさ、言い過ぎてありがとう一個一個の価値がないぐらい、もうありがとうって言っちゃってるけど、もう一個一個に本当にありがとうなんだよ。本当にありがとうです。徳島のひーくん、だるま、ありがとう。これもありがとう、もう全部ありがとう、ありがとうしかない。おたけさん、バラ、後半発さん、レインボースター、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に感謝の気持ちを。あれ、ちょっとこれの蓋が、あった。スカイホエールさん、ハート、ありがとう。よいしょ、タワーお礼セット、21楽しみね、楽しみだね。マイカー公演、ニッシーハート、ありがとう、ハート。楽しみです、ドキドキです。久々すぎて、4ヶ月ぶりのマイカー公演、やばくない？ 4 ヶ月ぶりってやばくない？結構飽きましたね。ワクワク。でも脳みそが急にさ、真っ白にならないか怖い。緊張しすぎて。新しいメンバー構成だから、多分緊張を一番してるのがリネダンだと思うんですけど、その緊張映るかも。私、人が緊張してるとちょっと映るんですよね。緊張してる人見るとね、私も緊張してくる。そうだよ、4ヶ月ぶり、4、ワクワクにゃんこ、よろしくにゃんこ、待ってるよにゃんこだよ。タコアシさん、タコありがとう。またタコもらっちゃった。タコ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 。うん、映っちゃうよ。ドキドキが。なんかこのパッケージおしゃれ、カロリーメイトのパッケージっておしゃれだね、色味とかも。ちょっと生誕ティーのさ、デザインを考えないといけないってずっと言ってるじゃないですか。そろそろ本当に期限というか、まだ出してくださいっていう連絡来てないんですけど、そろそろさ来るじゃん、来月ぐらいには来るんですよね。私はもう3月、2月、3月ぐらいから考え始めてるんですけど、いまだにこれだっていうのが思いつかなくって、だからこういうパッケージとか、こういうパッケージじゃないや、こういうデザインとか見ると、
おおすごいなってなる。こういうデザインを考える人ってすごいなってなります。西さん音符ありがとう。ジンさんバラありがとう。たかしんさんペンライト。しんちさん音符ありがとう。今日は早く寝ます。早寝なの。おやすみ。また明日ね。いっぱい寝るんだよ。村上さんマイクありがとう。ね、上手なデザイン考えられる人本当すごいなと思う。センス。デザイズハートさんマイクありがとう。なんでこうやって思いつくんだろう。すごいよ。すごいよね。どうしようかな。私は毎年気に入りすぎてるから難しいな。むずむずだな。他のグループのね生誕 T とかをね調べたりするんですよ私は。本当に個性が出るなと思う。最近見た生誕 T で一番個性あるなと思ったのはリオツンかな。リオツンの生誕 T めっちゃリオツンって感じだった。リオツンツン。そういろいろね紙に書いて見てるんですけどね、これだってやつとまだ出会えてなくて。としひろさんジュースありがとう。そう分かりやすくていいよね。お見送りとかでさこの人はリオツン推しだって分かるじゃん、あの生誕って生きとったら。だから私もそういうのがいいんだよね。どうしようかな。こんばんは。私オリジナルキャラクターとかないからさ、そういうのがどうしようどうしよう。まだでも来月ぐらいまでは時間あるからゆっくり考えたいと思います。じっくり。こんばんは。本当にはつぶつぶをつけるな。やだすぎるんだけど。半分見てて半分白。ペンライト持たなくていいように。もうパセリのファンだよって。なんもね。いや書いては消して書いては消してしてる。鉛筆っていうかシャーペンで書くんですよ。シャーペンで書いて書き直したりとかして、最終的にあの清書をするって感じ。阿部寛さんトロピカルミュージックバスケットありがとうございます。ありがとう。本通り歩くのを躊躇するくらい派手なのがいいです。わかった。じゃあめっちゃやばいのにしなきゃ。名札シール、あ、名札シールのやつはあれはあれはあのスパイファミリーのボンドを、ボンドみたいなのを意識して描いちゃったから。そう、犬、スパイファミリーの犬のボンドをね見ながら描いたので、なんか似たイラストをね、お話し会の休憩中にそのアーニャを描いたりボンド描いたりとかいろんなキャラクターを描く書いてたんや、楽屋でメンバーとね。その時にあ、ここの感じもうちょっとこうしたら可愛いなとか言って出来上がったのが、そうちょっとね、だからそうボンドから生まれたから、なのでそうパセのキャラじゃないね。見ます。いっぱい悩む。決定したらまたお知らせが出るまでお楽しみにって
いうね、まだ未定です、まだ未定。本当に悩むよ。アイスレモンさん、音符ありがとう。こんばんは、こんばんはだよ。今日本当はね、ここも全部編み込みでお団子だったんですけど、あの帰りにメイクさんにほどいて結び直してもらった。もう移動があるので、あの引っ張られすぎてカチカチに結んであるのをちょっと緩く結び直してほしいですって言って結び直してもらいました。いい感じに涼しかった今日、髪の毛まとめてたから。うん、そう、移動の時はね、こことかにお団子があると、あの椅子バスとかの背もたれにぶつかるんよ団子が。だから横とかにこうしてもらいたいなと思ってこっちにしてもらった。だからポニーテールとかをして移動するともう大変、ボサボサ。ロマンがある、ここにロマン詰まってる。おー、ロマン。パセリ全工程できる。パセリ全工程。じゃあもうめっちゃやばいのにしたいな。誰が着るかみたいなやつでも全工程してくれるってこと？じゃあもう一生懸命考えるからね。よろしくね。そうで、オートミールもうあと。5袋になったよ。もうどんどん別れが近づいとるから、みんな目に焼き付けてね、オートミール。目に焼き付けてくださいね。そう、あんなにここまでいたのにさ、もうね少ないです。あ、シナモンが落ちちゃった。少ないね。あー、いつも残り一袋になったら注文してます。こんなんです、中身は。いい音、ASMR。 ゼータン、うま、ありがとう、お疲れ様です。こんばんは。よしひこさん、アイスありがとう。アイス、アイス1食 60g 食べてる。多い時は1日2回食べるから1日 120g 食べてる。安部博さん、ジュース。陣内さん、音符ありがとう、ありがとう。田辺さん、かわいい、ありがとう。褒められちった。ダイソー行くためにストックあるか忘れて、何、糸付き表示を買ってしまう。でもあるよね、わかるよ。私も洗剤とかストックないかもと思って買ったら大体あるから、わかる。ストックの把握難しいよね。一応買っちゃうよね。しかも今暑いからさ、何回も何回も買い物行きたくないから、まあ買っとけば大丈夫かと思って買っちゃう。さよっちょさん、音符ありがとう。 120g、でも1食 60g でも結構お腹いっぱいだけど、それでもお腹空いたら 90g とかにする。75とかにして刻んで食べてる。1食あたりがね 30g って書いてるんや本来は。だから、まあ、まずは2倍の60、それでも足りなかったら 15g 追加して75かなとかで調整して食べてるけど、まあ、水とね一緒に温めるから膨らむんよね。
水がない状態で30だから、水込みだともっとお腹にたまる。しげちゃさん、尊いありがとう。うん、30足りとる人おらんと思うんですよね。いるのかな、本当に 30g なんかな一食。無理だよ絶対、お腹すく。うん、あの量りで量ってます、毎回毎回量りでねやってるよ。しげちゃさん、ハートありがとう。そう、ちゃんと測っとるから。測り測り、いやでもオートミール60でもおかず足りないんですよ。おかずとそのオートミールの比率が合わんくって、オートミールが少ないの。オートミールの方実はよく分かってないです。分かってあげてよ。オートミールはオーツ麦を蒸してローラーでフレーク状にした食品添加物を一切加えていないオーツ麦 100% のシリアルです。食物繊維や鉄分が豊富でビタミン B1 やタンパク質も含まれています。トラディショナルスタイルは厚めのフレークで一粒一粒がしっかりしているため、調理することでご飯のような食感を楽しむことができます。これトラディショナル、ズームもあるんだって、すごいね。もう何でも入ってるじゃん。ヘルシーらしい、とにかくヘルシーなんだって。私もよく分かってませんよく分かってないけど食べてる。あの電子レンジで作れるからいいよねって思って食べてる。よくわかりません。あ、でも糖質控えめって書いてるよ。糖質控えめって書いてる。癖がなく食べやすい、香ばしい、しっかり食感、水溶性と不溶性ダブルの食物繊維って書いてる。うん、でも全然分からん。多分いいんでしょうみたいな気持ちで、体にいいんでしょうねっていう気持ちで食べとる。いつもおつむ、ね、私も説明読んだ方でも分からんかった、何が何だか。まあ、とりあえず食べ過ぎに注意しようみたいな感じで、ほどほどにしようみたいな感じで食べてます。みんなも好きなものを食べてきゃほどほどにね。私に言われても説得力ないけど、みんな今心の中でお前がなって思ったと思うんですけど、パセリが言うなよって思ったと思うんですけど、本当にその通りです。うん、人に厳しい、私に、私は自分に甘いわ。アイスばっか食べとるのに。こんばんは。それは正直思ったんですよね。そうですよね。納豆と明日もいけるね。何にでも合うよね、オートミールちゃん。ラーメンほどほどにします。そうね、ラーメンほどほどにしてこう。ほどほどラーメン。パセリの優しさに触れた2日間でした。優しかったかな。まあ優しい圧っていうのもあるよね優しい圧だよね。21分な。でも今日24時までできそうだよ。まだ睡魔は来てない。睡魔来たらまた急に終わります。昨日も急に終わった。まだ今んとこ大丈夫。お、氷や雪帽子で白桃とそのもの焼き食べた。お揃いじゃないですか。
お揃いじゃん。美味しかったよね、さっぱりして。マンゴーも美味しかったの。リコちゃんがくれたの、ちょっとだけお裾分けしてもらいました。ちょっとと言いつつ結構もらいました。2人で 1.5 ずつ食べたぐらいもらっちゃった。キングさん、バルーン、セウッチョさん、マイクありがとう。他のメンバーの圧が強すぎてパセリには縁しか感じなかった。パセリには愛しかないじゃん。よかったねよかったね。パちゃんのリーズン聞きたくて。パちゃんのリーズン、もうなんかもっと練習して上手になるね。あのキングレコードのスタッフさんが、あの私がこの曲知ってますかって歌い終わったって言ったら、ファンの方がわーって結構手を挙げてくださったんですよ。そしたら最前で、あの時間今どれくらいですみたいな感じで進行をね、カンペを作ってやってくださったんですよ、キングレコードのスタッフさんが。その方もうわーって言って盛り上がってくださってて、誰よりも盛り上がってた。びっくりした。やっぱ世代なんですかね。そう、スタッフさんずっとニコニコしてましたねって終わったって言ったら、いや必死だったよって言われて、ファンの皆さんとメンバーを楽しませようと必死だったよって言われて、メンバーも楽しませようとしてたんやってまさかのね、エンターテイナーだった。スタッフさんが一番エンターテイナー。キングさん、ハイビスカスありがとう。こんばんは。ちょっとパセリが悩んだね、リストがあるんよ。歌おうかなと思って悩んだリストあるから、またメールとかで送る。今言おうと思ったけど、ちょっと iPad じゃ見れなかったから。パセリが歌うか悩んだリスト、まずアンパンマン体操でしょアンパンは1、2、3、1、2、3、1、2、3っていうアンパンマン体操みたいなのあるじゃん。それが3、3、3、太陽がサンサンってやつがさ、あのよくテレビで流れてるやつは1番じゃなかったんですよ。1番の歌詞違ったの、知らない歌詞だったの、全然知らない、初めて聞く歌詞だったから、えって思って、2番か3番とかだったんですよ、普段私たちが聴いてる。アンパンマン食パンマンにとかのあの歌詞は違ったので、他もアンパンマンいろいろ歌があるから他のも見たけど、なんか違ったよねだからそうやめようってなって、でクッキンアイドル曖昧マイン歌おうかなと思ったんですよ。みんな知らんかなと思ってで、イメールパティシエール歌おうかなって思ったり、あとケロロ軍曹、ケロケロケロいざ進めって歌おうと思ったけど、いやみんなコールしづらいよなと思ってケロロ軍曹のコール聞いたことないわと思ってね、いやどうしようって他にもいろいろね迷ったんよ。またメールで送りますね。そういっぱい、アバレンジャーとかマジレンジャーとかね、私がちっちゃい頃見てたアニメとかをいろいろ調べて、どうしようかなって思って、でもレンジャー系も結構さ、ファンの方の世代で分かれるじゃん、知ってる知らないっていうのが。でプリキュアを本当はノアピと2人で歌おうと思ったんですけど、ノアピと一回り違うからさ、エトが牛年なんだよね2人とも。でもノアピはプリキュア詳しくってね、私の世代のプリキュアでも分かりますよって。でハートキャッチプリキュアにしようかなと思ったんだけど、あのアズミンも一緒に歌おうってなって、サイカリンも一緒に歌おうってなって、そうどんどん増えて、最終的にセーラームーンになりました。セーラームーン、確かに
そうだね、電磁気ってアニメじゃないね。ほんとじゃん。ほんとだね、アニメではないね。ほんとね、実写すぎた。ほんとだ、よかった、危なかった。選んでたらさ、アニメじゃないですよってやられたことだった。よかったよかった。え、ほんとに難しい。あとドラえもんとか、ドラえもんとかならみんなわかるかなと思ったけど、ドラえもんも意外と世代で分かれるんだよね、歌が。クレヨンしんちゃんとかも。それでめっちゃね、うわ、どの世代に合わせた曲にしようかと思って悩んで、そう、いっぱいね、考えてあの曲にしました。え、とっても大好きドラえもんもあるし、他にもあるじゃん、ドラえもん。今はなんだ、心の中いつもいつも描いてる。でもこれだったらコール&レスポンスできるなって思ったんよ。描いてる描いてるって夢を乗せた自分だけの世界地図、タケコプターってみんなに言ってもらおうかなと思ったけど、もしみんなが全然盛り上がらんくって、一人で全部コールもするってなったらどうしようとかめっちゃ考えてしまって、あ、ハグしちゃおう、懐かしい、犬にも猫にもみたいなやつじゃん。そう、あ、頭テカテカ、難しいね。それがどうした僕ドラえもん、しーちさんだるまありがとう。そう、いっぱいいっぱい考えまくって考えまくってもう分かんなくなった。読んでない、読んで頭テカテカやったけど読んでないよ。そう、ラバンドベリーは迷ったんよ。でもみんな知らんだろうなと思って。ミックさん、バルーンありがとう。サザエさん、あ、確かにサザエでございます。お魚くわえたドラ猫を追っかけて、え、それともエンディングですか。ドゥルンドゥンドゥルンドゥルンドゥ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 ルンドゥンドゥルンドゥルンドゥンドゥルンドゥン。イントロ長くない？ドゥンドゥンドゥンドゥルンドゥ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 ルンドゥン。そう、ちびまる子ちゃんも悩んだんよ。ピーヒャラピーヒャラ、いっぱい悩んだ。私サザエさんのエンディング見るの好きなんよね、あの漫画みたいなやつ、あれ好きなんですよね。でもいつもサザエさんが終わる時間になったら、おばあちゃんが天気予報を見たいからチャンネルを変えなきゃいけんかったんや、おばあちゃん家で見るときは。だからね、もう時間との勝負。おばあちゃんがご飯作ってるときにサザエさん見るけど、おばあちゃんがこっちにリビングに来たら天気予報になるから、もう時間との勝負でいつも戦ってた。心の中で戦ってた。オープニング、オープニングも好き、いろんな景色が見れて。え、そう、ヤンボーマーボー天気予報見てたよ。僕の名前はなんちゃらなんちゃらみたいなやつ。忍たま乱太郎もね、そう、忍たま乱太郎とかも世代によって歌違うじゃないですか。難しいよ。パセリ、サザエさんと同い年、うん、そう、え、パセリ今ね、アナゴさんと同い年だった気がする、確か。違ったっけ、前にショールームで教えてもらった、パセリはアナゴさんと同い年だよって。多分貫禄やばいよねって話をした気がするから。もう絶対同い年じゃないでしょ、アナゴさん絶対30代か40代だから。アナゴさん、ため
誕生日が来たらか。じゃあ同じ年代、同じ、まあ、97年生まれではないんだろうけど、確実に年取らないシステムだからね。97年生まれではないと思うけど、まあ同じ年代。マリオ25歳、え、貫禄やば。マリオもアナゴさんも貫禄すご。しかもマリオっていろんなとこ冒険しとるから、私よりもいろんな世界見とるわ。波平50代、え、嘘じゃん、嘘だって、言ってよ。オートミール減ってくの面白い。うん、これからも見守ってください。今5袋あります。あ、待って違う、今6だった、6袋あった、今6袋です。これからも見守ってね、オートミール。波平54、54、嘘じゃん。私のお母さんの年齢考えたら54絶対嘘じゃんと思うんだけど。波平とか呼び捨てにしちゃってる。波平さん、磯野波平さん。サザエさん大正11年生まれ、本当？え、サザエさんスカイツリーとか出てくるじゃん。でも現代っ子よ。お、17日行くよ、よろしくお願いします。大阪楽しみです。2ステージ10分ステージと20分ステージと2ステージ、そして抽選会もあります。よろしくお願いします。バクボンのパパ41、絶対嘘だって、サバ読んでるって、絶対に。絶対絶対、意外とみんな見た目より若いんやな。伊佐坂先生確かに何歳？伊佐坂さん、パパパンダさん、かわいい、ありがとう。りょうさん30代、伊佐坂、伊佐坂先生年齢、伊佐坂さんは書いてない、書いてないのか。60代って書いてるわ。60代なんか年齢リストみたいなの書いてて、60代って書いてる。本当かな。え、絶対嘘これ、このリスト絶対嘘。サブちゃん10代嘘でしょ、本当？サブちゃん、え、サブちゃん年齢って調べたら北島三郎さんの年齢出された。違うんだ、サブちゃん違いだよ、サブ違うんだよ。19歳らしい、やば、若すぎ。え、サブちゃん19、やばい、まさかの。え、サブちゃんってさ、お酒売ってない？え、サブちゃんってお酒売る人じゃないん？未成年で、え、19歳でお酒を販売している。三河屋さんって何？え、お酒屋さんだよね、お酒屋さんのさ配達だよね。お、いいんや。じゃあさ、味のおすすめ聞かれてもわからんのか。おすすめはって言われてもわかりません。あ、バイトの、バイトなの、めっちゃ働くね、偉すぎ。浮江さんね、浮江、可
可愛いよね。くるくると同級生くるくるとサブちゃん同い年。あ、確かに売り子さん、そうだね、ビールの売り子さんも若いね。そう言われたらそうだ、本当じゃん。おっさんバラありがとう。こんばんは。みんな若いんだな、思ったよりも。のんちゃんさん、売り子さんね、のんちゃんさん、いくらちゃん、いくらちゃん3歳、賢すぎるやろ。めっちゃ賢くない？あんなに賢いもんです。え、いくらちゃんもっと、タラちゃん、あ、タラちゃんか、それ。いくらちゃん3歳ね、本当に気づいたらみんな年下、アイドルもみんな年下、高校球児も年下。早いね、時の流れっていうのは早いもんです。読売巨人くんさん、音符ありがとう。しいちさん、マイクありがとう。のりさん、ハイビスカスありがとう。高校野球の監督が年下になりました。わ、どんどんそういうのが変わっていくんか。私は今は高校球児って年下なんかと思っとるんやけど、もっともっともっと年重ねたら、そうやってどんどんいろんなジャンルのものが増えていくんか。同世代のプロ野球選手がベテランって呼ばれてて泣いた。そんなのもあるんや。そっか、そうだよね。うわ、月日の流れ。じゃあもうみんな人間界のベテランじゃん。いつからベテランってなるの、人間界って。100年生きるとしたらどれくらいからベテランなの。ゆうぴょんありがとう、ハートもありがとう、エキさんもありがとう、こちらこそありがとう。メンバーの両親の名前聞いて衝撃を受けることは伝えますね、わかるよ。でも私もわかるよ、それはわかる。私だんだんさ、新しく入ってくるメンバーのお父さんお母さんの方が年齢近いんじゃないかと思ってちょっとビビり始めてるもん。これから4期5期とか増えていくたびにさ、だんだんメンバーよりもその親世代と近いんじゃないかなって思って。ありえますよね。ひえー、パセのお父さんは48か9だった気がするな。お母さんは50かそんぐらいだった気がする。ちょっともう記憶がずっと覚えられないの、年齢聞いてもね、もうずっと30代の時で止まってるんですよ自分の両親の年齢がずっとね。メンバーとかもさこちゃんとかもずっと中学生のイメージで止まってるけど、もう高校生だし、もうみんなそんな感じだから、ファンのみんなもパセリと出会った時の年齢止まってるから安心して。だから早い時に押し始めてみてもう若いうち、今が一番若いので今押し始めたらもう一生その年齢でパセリは覚えるから、一生若いよ。ね、マイキューさん、センチメンタルジャーニー歌ってたね。16だから。私はこのね、センチメンタルジャーニーはあの16茶のイメージがある。16茶の CM。 年齢覚えづらい、自分の年齢も覚えづらかった、一時期。もう興味がなさすぎてさ、あまりにも言われなさすぎてさ、 STU 入る前とかその分かんなくて全然、自分今何歳だっけ、
オーディションとかの年齢制限を見るたびに、いや待って今何歳だっけみたいな、なってた。だから私はそういう時は小4が10歳って覚えてるんですよ。だから小5が小5小6小11とかってこうやって数えて毎回やってた。覚えられなさすぎてもう全然無理なの覚えるの。誕生日来てもそう実感なかった、ずっと。でも毎年今はさ、お祝いしてもらえるじゃん。だからちゃんと覚えられてるよ。今私は26、今年27になるっていうのを覚えてる。フーグタくんのアナゴさんと同い年ってちゃんと覚えてる。覚えてるんだよ。永遠の17歳ね、あかりんさんも永遠システムだから、永遠のニャンニャン22歳だから。パシのことを27歳にしてた。まだだよ、まだ。あとね、今は9、10、あと3ヶ月後だから。3ヶ月。そう、ソラハの年齢風船作りました。そうだよ。いっぱいデコレーションした。まだ膨らんでるかな？もうしぼんだかな？ゆういさん、マイクありがとう。マイキューさん歌ってたよ。練習してた。本番前に。マイはまだって歌ってた。贅沢な時間を過ごしました。近くで歌ってる声聞いて、マイキューさんの歌声を堪能させてもらいました。勝手に。陣内さん、ラブレター。もみじさん、ハイビスカス。ありがとう。そうだよ、パセはまだ26だから、まだ26。まあ人生これから、人生まだ長いから、まだまだまだ100歳まで生きると思ったら、まだまだまだ、ね。しんいちさん、ファイト、ありがとう。なんか励まされたんだけど、ファイトだって。ありがとう、ありがとうございます。若造若造です。お手柔らかによろしくお願いします。まもるさん、レインボースター、ありがとう。若造、大蔵じいさんとガン、懐かしい国語の教科書。さだなみさん、お疲れ、ありがとう。わかる、何歳に見えるって言われても大体当てれないもん。外れます、外れちゃう。ひろやさん、ハートありがとう。今更ですけど最近やっと PR みたいな本買いました。え、ありがとう、嬉しいよ。もう読むのに時間かかると思うんですけど、じっくり読んでください。ありがとう。わかる、ゴンギツネと混ざるよね、大蔵じいさん。なんかちょっと似てるよね。わかるよ。お前だったのか。あ、どっち、ゴンギツネ？あるよね、そういうセリフ。お前だったのか、それはゴンギツネ？大蔵じいさんとか、なんだ、ゴンギツネか、ゴンか、ゴン、お前だったのか、ゴン、切ないよね、ゴンギツネ。ゴン、いろんな年代の人が知ってる物語じゃない、ゴンギツネって。スイミーとか、ドンギツネドンギツネはね、かわいいよね。え、ポ
スターもカードもパセリのパセリパセリちゃん好きなファンの人が欲しそうだったので譲りました。優しい優しい、来てくれてありがとう。優しいね。どん兵衛が浮かねばやっぱみんな考えること一緒なんや。どんぎつね、広島に部屋借りちゃえよと言われてる。いやもう本当にさ、もう広島に住んでますよねってぐらい広島に来てくださる方々は、広島に別荘とかどうですか、どうですか、もう広島の人ですよねってなるもん。びっくりしちゃうもん。私より広島の店を知ってるの、え？って詳しすぎてびっくりするんよ。広島のニュースとかチェックしてるんだってYouTube とかで見てるんだってだから私より詳しかったりするの。広島、あ、シェアハウス絶対揉め事の始まりやからね、ファン同士のシェアハウス。グッズをさ、自分がどっかに置き忘れてもやばい、ない、まさか誰かが盗んだとかなってさ、疑い始めたらもうキリがないから、揉め事になっちゃうよ絶対に。ねえ仲良くして。今日はファミマで 40% 増量の食べる牧場ミルクを3つ買いました。3つも、はい、私は今日はもうチョコモナカジャンボをこの後食べるんだ、楽しみです。今日の1個目、アイス1個目。昨日は、昨日と一昨日はあのパピコの梨味だったので1本1本食べたので、また買い出さないといけません。パピコは梨推しかも、ガリガリ君も梨推しだし、パピコも梨推しかもしれん。早くサクレも食べてみたいです。サクレファミマに行かなきゃ。こんばんは、後半発さん、レインボースターありがとう。梨、もうすぐ梨の時期じゃない、早く食べたいな。なし、マツダスタジアムでかき氷食べた。え、今日さびっくりしたもん、広島に着いた瞬間もうカープの服着てる方がいっぱいいて、おおって広島だってなった。今日は徳島も行ったし兵庫県も行ったからさ、広島だって感じた、帰ってきた瞬間に感じました。あ、今日カープ試合やったんやってすぐ分かるよね、駅とか行ったらね。あ、昨日も多かったやっぱね、広島に来ると赤って感じ。おりちゃんだるまありがとう、ありがとう。確かに紫もね、サンフレ、サンフレ、サンフレね。そう、新幹線の窓から見るマツダスタジアムめっちゃいいんですよ、まあ、時間が合えばね、ちょうど試合中とかの時通るとめっちゃすごいんよ。でも一瞬なんよね、一瞬なんだけどパッて見た時にね、いいんよ。そう、淡路島でいっぱいお土産を買いました本当に意味わかんないよね、徳島に行ったのにさ、こんなに兵庫のお土産を入れて。でもさ、家族特におばあちゃんとかもう足がねずっと悪くて遠出できないって言ってるから、こうやって私があちこち行くたびに何かを買って旅行気分を少しでも味わってもらえたらね、いいよなと思うから。徳島のひーくん、ペンライトありがとう、しかも緑ありがとう。
玉ねぎ買うか迷ったの。新玉ねぎかな、なんかいっぱい玉ねぎ売ってたからさ、淡路島の買うか迷ったんだけどね、やめた、バスだったからやめた。ウインナーにちょっと見られるのちょっとあれみたいな思われるかなと思ってやめた。広島のお土産もいろいろ漬物系は大体買いました。結構漬物系毎回買ってるから新しい漬物系を探さないといけません。そうバスツアー、淡路島のバスツアーの時もね、玉ねぎ買って帰りたかったのにね、そう買う時間なかったよ。食べたい。他のメンバーがハンバーガー食べてたの、多分淡路島の玉ねぎが入ってるやつ、ハンバーガー食べてて美味しそうだった。めっちゃ大きくてもう口めっちゃ開いてたもん。口めっちゃ開けても入りきらないぐらい大きいハンバーガーを食べとった。私も買ったらよかったなって思いながら見てました。こっそり美味しそうやなと思って、うん、淡路島のね、いろんな美味しいもの食べたい。淡路島バーガーでも私食べたことあるよね、一回食べたことあるんですよね確か。あ、見ようと思ったら、見ようと思ったら充電してくださいって言われた。またいつもやんね。ハンバーガーの食べるコツ知りたい。だからそろそろグレイビージャックにまた行きたい。秋になったら行かなきゃ。グレイビージャックのハンバーガー超巨大なやつ。吉田サラ偽物さん、バラありがとうございます。ステーキ向けの玉ねぎがあるらしい。そうなんだ、いいよね鉄板で焼く玉ねぎって。アシーさんお断りです。パパパンダさんバラありがとう。拙者さんバルーンありがとう。あ、55分、早い、あっという間でした。今日は何時間した？結構なんかめっちゃ喋った。今日1時間2時間2時間喋ってる。え、1時間半また iPad つけようとしちゃった、充電切れてる。早2時間近くしてる。あっという間でした、ありがとう。 PC やタイさんハートありがとうね。シュークリーム逆さまにするよね。でも今日メンバーもさ、ハンバーガーでやってたよそれ。あれってシュークリームのやつやんと思ったもん。私も逆さまにして食べてたけど、あ、ハンバーガーもそれしたらこぼれにくくなるんやと思いながら見とった時にちょうどあの具材がボロボロ出てた。だからやっぱ難しいよねって、食べるの難しいよなと思いながら隠し撮りしました。うん、ダメだったっぽい。隠し撮りしたらさ、カメラの音が鳴ってバレちゃった。カシャカシャ、ちょっとハンバーガー食べたくなった。ハンバーガー一度握ったら握り直さない方がいいらしい。じゃあもう1回目で決めなきゃいけんのか、ベストポジションを。難しいね。こういくか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 、むずいね。お皿があればね、ナイフとフォークでいけるけど。じゃあそろそろ壇上を。お腹空いちゃった、もう申し訳ないね。ホセイの配信見たらもう払ってこなっちゃうから申し訳ないわ。逆さにしたら垂れるのでは。確かに、
難しい。誰かコツがあったらまた教えてください。ハンバーガーのコツ。配信ありがとうございます。こちらこそ見てくれてありがとうございます。では壇上を読みたいと思います。13位しんいちさん、12位メロンのあさこさん、11位コウハンパチさん、10位クロさん、9位徳島のひーくん、8位阿部ひろしさん、7位ふくちゃん、6位クワドリさん、5位 G2 さん、4位ゆうたくん、3位 Z さん、2位ゆさなこさん、そして1位おみかんさん。ありがとうございます。ありがとうございました。では私はこの後お風呂を早く終わらせて爆睡したいと思います。キャー、久々に爆睡しちゃうぞ。でも移動で寝たから眠れるかわからないので、皆さんパセリあのねとかパセリメールでぜひ待ってます。あと2分ある。そういつもさバイバイって言った後さ長くて気まずくなるんだよねおやすみとかやった後気まずいよ。ちょっとマッスンハートありがとう。ミッチーお断りです。終わり際の求婚、また明日ね。見てくれてありがとう。みんなお休みの時間を私にくれてありがとう。本当に皆さんもゆっくり体を休めてください。暑い中毎日お疲れ様です。 G2 さん音符ありがとう。あ、ご飯の写真も待ってるよ。大歓迎だよ。じゃあ私はこの後とりあえずチョコモナカジャンボを食べたいと思います。あ、みんなファンクラブグッズ59分までです。あ、もう59分だ。でもあと何十秒かありますまだいける、滑り込める。ファンクラブグッズ59分59秒までです。よろしくお願いしますありがとう、また明日。おやすみなさい。お、買ったよって、ありがとう。またグッズ届いたら報告待ってます。ありがとうございます。おやすみなさい。イエーイ。